読書稲間修司専任読書審判長西郷直樹永世名人審判員は太田富雄八段馬場明六段です。競技開始の合図があると読書はまず百人一首に含まれていない歌序歌を読みます。今を春べと咲やこの花恨みわびほさぬ袖だに、ね、全日本カルタ協会の公認大会では通常序歌は何わずに咲やこの花冬ごもり今を春べと咲やこの花を読むことになっています。しかし地方で行われる大会の場合にはその土地にゆかりのある歌が序歌として読まれることがあります。読書は序歌の下の句を2回繰り返して読んだ後に次の歌の上の句を読みます。名人戦、クイーン戦、そして今回のこの大会も専任読書の資格を持つ人が読書を務めています。恋に口なんなこそしけれ天の原、これは地味選手が取っていきました。先生よく三字決まりよく聞いて手が出てましたね、はい、さあ決勝戦1枚目は地味総次郎選手の取りとなりました。地味選手も山添クイーンも落ち着いているといった雰囲気でしょうか。そうですね、3試合目になってこの場も馴染んできたのではないでしょうか。三笠の山に弟子付きかも花の色はカラフダです。競技カルタは最初に100枚の札から25枚ずつを無作為に取り自分の持ち札とします。残りの札は片付けますので競技カルタでは取り札は50枚しか使いません。残りの50枚は読まれてもその場に並んでいない空札となります。村雨の無の一字決まりの札です。地味総次郎選手の左側下段真ん中にある無の札、これは1音目を聞けば取れる一字決まりの札です。この取りいかがでしょうか。そうですね、内側から押し出したところに山添クイーンは入れなかったでしょうかね。入れなかったようですね、はい、地味選手の取りとなっています。画面下側、名前の下に数字がありますがこれは残りの枚数を表示してあります。残りの枚数が0枚、つまりなくなった方が勝ちとなります。現在4枚目まで出て、地味総次郎選手残り23枚、山添クイーン残り25枚、2枚リードしています。人はいさ、これは早かったです、山添クイーン。きれいに取りましたね。山添クイーンのですね、右上段に久方の、そして左中段内側に一申しがあったんですけれども、地味選手は一申しの方を攻めて、山添選手が攻めた人は久方と読まれましたね。それぞれ相手陣を攻める姿勢がうかがえます、うん、山添選手は相手陣の札を取りましたので1枚送り札があります。地味選手の左側下段に置かれました。人に変わった一申しが入りましたね。イニシエのこれも早くクイーンが取っています。そうですね、山添クイーンの得意札でもあるイニシエですね、はい、対比が美しいとおっしゃってますよね。取りも美しいですね。本当に美しいですね。しっかりと指先が伸びてですね、その後二の腕がぐっとこう伸びていくようなですね、これぞクイーンといった美しい取りになってきたなと思います。あの美しい取りをされた時の札が飛んでいく音も美しいなと思ってしまいます、うん、そうなんです、音が全然違うんですよね。きっとカルタの札もですね、喜んでると思います。うん、そのあたりもぜひ注目してご覧いただければと思います。カラフ
札です。田の稲葉訪れ、この地味選手と山添クイーンの対戦はどのあたりがポイントになってくると思われますか。そうですね、お互いに、まあ、自陣もそつなく取りますし敵陣も取るので、まあ、流れがどうなるか、読まれる陣がどちらに寄ってくるかなというところですかね。つくばねの、これは山添クイーンの鳥になったんでしょうか。そうですね、山添クイーンの陣地につき見れば地味選手の右下段内側につくばねがあるんですけれども、これですね、早く反応した方の手の出し方によってですね、まあ取りやすいか取りにくいかが決まってきてですね、あの山添クイーンは月見れば内側なので、あ、つくばねが内側だったらすっと手を出せばもうそのまま攻め、つで動けばいいんですけれども、先に出されてしまうと地味選手としては月見ればに行く道をなくしてしまうので、縦に置くときですね、やっぱ漢字の違いとかも選手によって見ていかないといけません。世の中は常に何もがもないさ、ですので山添クイーンはつくばねを抜いて、先ほどシノとシラがですね左の上段下段に分けていたのを相手に送りましたね、はい、また同じようにシで攻めて両方取るつもりではないでしょうか、うん、また縦に分けています。綱で悲しい、角と谷に淡い武器の差しもうさ、地味選手の字にですね、かささき、風そよぐ、風を痛み、かで始まる札がですね、全部で4枚あるんですけども、今角と谷が読まれて残り3枚すべてありますので、かと読まれると右左に払われるのではないでしょうか。しもしらじな燃ゆる思いを、立ち別れ、立ち別れ、これは地味選手の鳥でしょうか。そうですね、送られた札をですねうまく守りましたね。地味選手の右側中段内側にあった太刀の札です。手が低くですね一番内側なので、まあ、浮いてしまいがちなんですけれども、指先がしっかりと畳と平行になって取れていますね。こういった鳥をですね若い皆さん真似していただけるとですね嬉しいですね。松戸市近場今帰り、今はただ置いたいなんとばかりを、やはり早く取って勝つだけではなく美しく蝶が舞うようにとも言いますけれども、本当に雅な鳥というのが一つカルタの魅力でもありますよね、うん、そうですね、あの強い選手がどうしてそれが強いのか、その裏側にやっぱり美しさがあると思います。愛見ての、さあこの一枚いかがでしょうか。地味さんがうまく守ったのではないでしょうか。地味選手の右側中段内側にあった愛の札、山添選手も早く手を出しましたが、うん、地味選手が守ったようです。そうですね、あのそうちゃん、あ、地味選手もすいません普段練習ではそうちゃんと言ってるので、はい、あの右側のあの札はですね、あのよく聞けて守れているというのは調子がいい証拠なので、うん、あの序盤ですね、いつもちょっと序盤苦戦するところもあるんですけども、今日の入りはいいみたいですね。山里は地味選手の今度は左側中段真ん中にありました山座の札、これもしっかり守っています。あの2枚山里はと山側にが揃っているので山で取れるんですけれども、山添クイーンの陣右
中段に八重桜、左に安らはでと矢で始まる4枚の札すべてがですねこの場にあります。でちょっとそこで2人とも迷いが生じたのか少し遅かったですね。一目も草も枯れぬと思えば山側に風が吹けたる山が矢の札出ました。続けて出ましたね。やっぱりさっきの反省を生かしてではないですがクイーン次はしっかり抜きましたね。地味宗次郎選手の左側中段にあった山側の札今度は山添クイーンが素早く取っています。送り札があります。安らわでを送って矢を分けましたかね、はい、矢の札を分けていきました。地味選手右側中段に置いています。誰も会えぬもみじなりけり笠さぎのカササギの入りましたね。クイーンの手が、ね、傘の札は地味選手の右側下段内側にありましたが手を伸ばして山添選手が取っていきました。かの札がですね全て地味選手の場所にありますので、まあ、山添クイーンとしてはそれを逃さずしっかりと攻め取ったようですね。浮かりけるの札を送りましたね。うぎまりどんどん攻めていこうという意志の表れですね。夜ぞふけに行ける寂しさに寂しさにさの一時決まりの札です。お返しばかりにとしっかり攻めましたね。はい、地味選手が山添選手の右側下段内側にあった佐の札しっかりと取っていきました。よく手が伸びてますね。どうでしょう、そうちゃん先ほど普段からよく練習もされるということでしたが今の地味選手の調子をご覧になっていかがですか。まあ、よく音を聞きながらですね我慢しながらも自陣をしのいでで今みたいに敵陣の短い札が出たときはしっかり攻めているので、まあ、調子は悪くはないんだろうなという感じです。の夕暮れ大江山大江山山添クイーンの左側中段一番外にある札です。これはゆっくりと山添選手取っていきました。拾いましたね。地味選手の選手としての特徴といいますか強みとかはどんなところに感じられますか。やはり若いんですけれども若くないカルタを取るといいますか、はい、戦術を使ってくるなっていうところはあります。白露に山添クイーンの下側左側下下段内側にあった白の札です。これも白と篠が縦に分かれて置かれている分かれ札でした。地味選手が落ちるのが少し早かったかな。競技カルタでは話し合いをしてどちらが取ったか決めていくんですが2人で話し合いをして決まらないときに限って審判の方に判断を委ねるということになります。貫き止めぬ玉ぞちりける小石町小倉地味選手早かったです。山添選手の右側上段一番外側ここ早かったですね。そうですね、一番外側の札ですよね、うん、鋭くいているのではないでしょうか。ここ最近ですね敵陣取る今みたいな手の動きもですねだいぶ低くなって鋭い取りが増えてきたかなと思います。
何の札を送りましたかね。さあ札を送った札は死のブレ死ですね。死の一字決まりになっている札です。人知れずこそ思い染めしか何はがた短き足の節の競技カルタでは決まり字は試合が進むにつれて短くなってきますので、その都度頭の中で整理をしなくてはいけません。別チャンネルで札の配置をご覧いただいている皆様は赤色の文字が決まり字になっています。どんどん短くなっていますので、そちらもご注目ください。君がためを叱らざりし、カラフラです。楠木さん、今ご覧になって気をつけるべき札などはありますか？そうですね、今お互いに結構攻めやすいですね、状況が作られているのではないでしょうか。八重むぐら、お手つきがありましたね。え、強いて言うならと言おうと思った、安らわれと八重むぐらの札がすぐ読まれてしまいましたね。そこと久方のと人申し、はい、まあ、あの山添クイーンから見ると右上段に久方があって、その延長線上に人申しがありますので、うまく反応できたときは久から人もそのまま攻め取れるでしょうが、はい、それがちょっとタイミングがずれてしまうと、まあ、お手つきしたりとかいう可能性もですね、ありますね。山添選手の右側上段内側に久の札があります。地味選手の左側下段一番外側に人も人の札があります。地味選手のお手つきですかね。まさに今言おうと思っていたことが起きてしまったということです。地味選手がお手つきになりましたので、山添選手が1枚送りました。死の札を送り返しましたね。そうですね。よもすがら、よもすがら、カラ札です。地味選手はこのお手つき気にすることなくですね、ちょっと果敢に攻めていってもらいたいんですけれども、ちょっと顔色が腕組みしちゃいましたね。うん、調子が良かっただけにですね、ここがブレーキにならないとですね、はい、まだまだ序盤なので、まあ、思い切っていったらいいかなと思います。やはりお手つきをしてしまうと気にしてしまうものですか？あ、しちゃったなとはですね、やっぱり思うんじゃないでしょうかね。まあ、でも1枚多く取れると思えばですね、ポジティブに考えてもらいたいですね。巡り合いてカラフラです。楠木さんは2回戦の解説の時もポジティブにという言葉たくさん使われていましたが、ずっとそうなんですか？強いからそうなんですか？いやー、でも苦しいことを苦しいと思ってもしょうがないから、あの自分のクラスでもよく言うんですよね。苦しい時こそポジティブに。心にも。さあ今の一枚いかがだったでしょうか？心にも下段ですよね。下段内側2枚目、地味選手は守りましたかね。守ったようですね。守ったようですね。4時決まりっていうのは3時よりも1時長くて、でも大山札ではない、ちょっとやっぱりこうテクニックが必要になってくる札にもなりますね。上手にかわしましたね。タレオカも知る人に千高さを。さあ取って取られて17枚ずつ残っているという段階です。松も昔の友ならなくに千里を騎士させも熱いを命にて。山添選手の調子はどうご覧になりますか？
まあ、取るべき札をしっかりと取ってですね、あと拾えるものを淡々と取って、今まだ減らしていってる状況ですかね。先ほども山添クイーンは中盤以降ですね、すごく手の伸びるいい取りが続いていましたので、その今準備段階ですかね。春すぎて夏に照らし、から札です。歯で始まる歌が山添クイーン左上段の春の夜の、そしてジミー選手の右中段に花誘う、ここのここもまた縦に並んでいるので、まあ今の動きからですね、さあどちらの手が下に入るかなと。嵐吹く三村山の今でいうと、アラザランが山添クイーンの右上段にありますので、どちらかというとそちらに手を伸ばしてほしかったですね。思いわび、思いわび、これはジミ選手が守っています。右側の中段内側の主の札、ちょっと相手陣に意識はですね、抜きたいなという気持ちが少し手に現れつつあって前に出てしまうんですけれども、まあ、手が低い分ですね、そのまま下げれば山添クイーンが入る隙がないので、そうやって今もしのいでますね。浮きに耐えぬは涙なりけり、わそでは札、から札です。山添クイーン右下段に和外方の札がありますので、しっかり攻めてますね、はい、人こそ知らねえ乾く間もなし、世の中よ、から札です。今日はかなり外の天気も良くて、先ほど川瀬名人が来られた時も競技会場かなり暑いとおっしゃってました。マスクも暑いかもしれないですね。そうですね、風を痛み、ジミ選手の右側上段にありました風をの札、ゆっくり取りましたね。右上段に風を痛み、左下段に風そよぐで2枚でかなので、ちょっとこう渡り手とか見せてくれると嬉しいんですけどね。でもしっかりとゆっくり確実に風を守っていきました。でもこうまだ20歳大学生とは思えない落ち着き具合ですよね。そうですね、子供の頃からなんかそういった感覚といいますか。投げ取って、これは山添クイーンが取っています。今ジミ選手は何輪へに手が伸びたんでしょうか。何輪へ、夏ですかね。夏の方ですか。夏に行ってる隙に山添クイーンの鳥は綺麗ですよね。めちゃくちゃ綺麗ですね。相手陣の左側の夏を攻めましたが、その間に山添クイーンがしっかりと取っています。まあ、夏と投げだったらちょっと名の出方も音の出方も違うので、もう少しこう我慢してですね、2音目を聞けるようになればですね、まだ鳥の幅が広がるんですけれども、なる涙かな、千葉破る、千葉の札、から札です。なかったですね。なかったですね。千早降る小倉山杯優勝決定戦。からくれないに水くくると浴び濡れば、から札です。
さあ今37枚目まで出て1枚差で地味選手がリードしている状況ですが、どうでしょう、このまま中盤終盤に向けてどちらかがリードを広げるためにはどのようなことが必要ですか。そうですね、分かれ札が忘れじ忘らるるというのがありますし、お互いにですね、短い札がまあまんべんなくありますので、まあ、どちらかしっかり攻める、そして送り札で場を作る、心当てに空札です。いい反応ですね。甲が地味選手の右上段1枚しかありませんので、もう甲と言われたらですね、そこにモーションかけて、まあ、その今の空札の出方ももう多分このじゃないな、でもこって言ってるからモーションかけている、まあ、もっとこうですね、こう、まあ、聞き分けているとは思うんですけど、鋭く攻め合うとですね、空札一つにとってもこう心理的にダメージがあったりとかですね、しますね。白い黒の花月見れば、月見れば鋭くついていきました。地味選手、これは津の一字決まりになっていた札です。山添選手の左側、下段内側にありました。これ早かったですね。まあ、よかったですね。まだいけると思います。つとかですね、しとか、はい、こう子音がこうよく聞こえる音、はい、まあ、多分本調子であればもう2人とも、もう神業のように早く取れる姿を私は知っていますので、まあ、今そこに比べると少し遅かったかなと。空札でした。すとかつとかそういう子音で、もう音になる前の音で判断していく、うん、繊細な競技ですね。もう本当この2人は漢字も早いので、そういった漫画に負けないような姿が実際に出せると思います。空札です。競技会場の中で観覧していただいているお客様も、事前に音を立てないようにっていう注意があって、そこで協力していただいて試合が行われているわけですが、やはり選手として戦っているときはその外の音とかも気になったりしますか。気になるというよりはそれも一体として楽しむ、はあ、さすがもうポジティブなお言葉本当に千人読書の美しい読みで、静寂した環境の中聞き取れた時の動きというのはすごいですよね。ホトトギス、ホトトギス、この一字決まり、無駄がないんですよね。山添クイーンが撮る姿っていうのは、微動だにせず読まれた札に一直線、見てください、この右下段もうそのままですよね。こういった取りをですね、皆さんカルタ始められた人も、今多くの選手が一旦ちょっと前に出て戻るっていうようなのが最近動画を見る中で、はい、流行りなのかなと思うんですけれども、こういったトップ選手の取りというのはあまりそういった姿がないんですよね。ここを目指してほしいですね。はい、空札です。その最短ルートで美しく取るために、普段の練習で意識することっていうのはどのあたりになりますか。そうです、まあ、私は素振りの練習とかもしてきたんですけれども、川瀬名人がよくおっしゃる体幹、体幹、ぶれない構えで、その構えが4方向どこにでも使える。よくですね、右に寄ったり左に寄ったりしてしまう人が多いんですけれども、あらざらん、あらざらん、この世の他の、これは山添クイーンの右側上段外側にあった札です。アラの虹決まりでしたね。地味選手下段にですね、アリ明けのアリマヤマ2枚揃えて、アリで始まる R の音に多分反応したと思います。まあ、そこをうまくですね、地味選手が拾っていって、何を送りましたか、はい、送り札見ていきましょう。
有明の送って話しましたね。話しました。タゴの札です。これは山添クイーン素早く取っています。決まりましたね。他の札が2枚とも山添クイーンの陣にありますので、まあ、地味選手からしたらもう少し攻め取りたかったかなというところですが、まあ、さすがクイーンですね。さあ送り札見ていきましょう。いや自陣を守って、あ、そうですね、失礼しました。タゴを取ったので自陣の札です。富士の高根に雪は降りつつ、もろともに哀れと燃え、山添クイーンの右側下段にモモの札があります。そこに地味選手は反応したように見えました。そうですね、しっかりモモの札で感じてはいるんですけれども、調子がいいときはスーッと体がついていて立ったりもするんですが、今ちょっと肘をこう曲げながら止めているところ様子が見られたので、あの辺はちょっと今後修正するとまたより良い避け方ができるのではないでしょうか。から札です。いい攻めですね。こういったから札でターで始まるのがもう山添クイーンの左中段高砂のみなっておりますので、タッと言われたらすぐに厳しい攻めをですね見せるのはとても有効だと思います。見せ場やなから札です。今ミカキのところですね、うん、そうですね、よく攻めの意識が今日は出ているので、ちょっと期待ができるかなと思います。隅の絵の岸に夜なに夜さえよ。ちょっと山添クイーンも今地味選手のこの圧といいますかは感じていると思いますので、まあ、負けじと S の今シノブレードとかですね、どんどん攻めていってほしいなと思います。そのカラフダでその素振りでプレッシャーをかけるっていうのは本当に一流の戦いだなと感じています。浮かりける、これも早かったです。ウの一字決まり、地味選手の左側下段真ん中にありました。待ってましたとばかりの左下段ですね、まあ、攻めを見せつつもこの札は取るぞっていうのがですね見えてますね。攻める意識がありながら自陣の札をしっかり守っていくことができると調子は上がってきますか。そうですね、抜かれてもいいんですけれども、まあ、そこでプラス1枚余分ができますので、まあ、楽になりますね。カラフダです。ミから始まる札は山添クイーンの右側中段ミカキがあります。まあ、違うなと分かりつつも手を出して攻めますよっていうのを相手にですね伝えてます、ね、乱れ染めにし我ならなくに桃式や桃式や来ました。同じ M 音で始まるミとモだったので、もう少し意識をですね持っていってもらえるとよかったんですけれども、さすが山添クイーンですね。うん、同じような音が続く場合はどうなんですか、取りやすいのか取りにくいのか。まあ、一旦ミーの時に見かき盛りだけではなく同じ M で始まる桃式もマークしていたかどうかの差が出ていると思います。朝自由のこれはクイーンが取っています。うまく取ってますね。
すぬきさん、お互いに攻めのポイントとしている札はあるんでしょうか。地味選手からしますと、まあ、高砂を由良野と夏の夜は春の夜のあの辺りは取りたいんじゃないでしょうかね。山添クイーンの左側、左側を。であの山添クイーンとしては、まあ、相手の右側ですよね。そちらですかね。花さそう、うん、その地味選手の右側中段の 花の札が出ました。まあ、これも縦に分かれていた札なので、まあ、クイーンよく取ってますね。さあ送り札は歯ですよね、うん。さあこの辺りどんどんクイーンがですね攻め取っていくでしょう。さあ地味選手も札の配置を変えていきます。振りゆくものになりけり、この人早かったですね。ここでやっぱり出てしまいましたね。悪い時の地味選手のお手つきが、このそこまでいかなくてもよかったんですけどね。まあ、気持ちが先に出てしまいましたかね。役やもしおの身も壊れつつ、今こんと石ばかり。この後地味選手が気をつけるポイントとしてはどんなことが挙げられますか。まあ、この1枚まだですね、まあ、対13枚なら全く気にしなくていいんですけれども、ここでまあ攻めの手が鈍らないかというところは一つポイントになると思います。ゆらのとやっぱりですね手が下りなくなってきてますよね。これもですね、先ほどお手つきする前までだったら多分難なく取れていた札がですね、やっぱりここをちょっと引きずってしまっていますかね。音に聞く真ん中に浮いていた札でした。音の札、地味選手が取りましたね。習えばカラフラです。じゃあ一度立ってお互いちょっときついんでしょうね。はい、今も手も当たったりしましたし、さあ先ほども言っていただきましたけれども、ポイントとなる札どのあたりになるでしょうか。まあ、忘れ地、忘らるるるかクロスでこの札がありますし、久人も何もですね。秋風に地味選手右側中段にありました。こうやって得意な札をですね気持ちよく守っていることで、また気持ち切り替えてですね、あの地味選手もここから挽回と思っていると思います。しっかり攻めるべき札をですね、お互いに火ですとかワスですとか、あと有明の有馬山攻めながら、まあ、チャンスがあれば戻って取るよぐらいの気で。朝ぼらけあ見るまでに。さあこれは山添選手も手が伸びていましたが、地味選手が吉野の里に触れました。そうですね、有明のあが続いて読まれます。ありあの札送ってよかったですね。有明、ね、さあ地味選手は送
送り札、歯の札を送ったんでしょうか。歯を返しましたね、はい。まあ、攻めは最大の防御という言葉、1回戦の時に楠木さんからいただきましたけれども、今大学生なので守りのカルタが多くなっている中、この試合見てほしいですね。そうですね、どんどん攻めてほしいですね、うん。朝ぶらけうじの代わり、またあの札が読まれました。空札でしたが、あの札が場にもう有馬山アリの1枚しかなくなってますので、はい、まあ、あっと言われると2人は地味選手右下段に行くのではないでしょうか。空札です。佐治美選手お手つきもありましたが今追いついています。ここから山添クイーンが気をつけるところといったらどういうところでしょうか。山添クイーンはですね、ここから地味選手が、まあ、今日どんな策で来るか分かりませんけれども、あの守ることも想定されますので、まあ、クイーンらしくあの取るべき札 C とかですね、それこそアリ、この右を中心に攻めつつ、まあ、遅かったら自陣も拾うわよっていう感じで取っていくんではないでしょうか。三垣森、三垣森、山添クイーンの右側中段にあった札です。先ほどからミの音の時によく動いていましたので、しっかり取ってますね、はい。M の音、そうですね、ずっと反応してましたもんね、うん。さあ、地味選手は札を送ります。やす。矢、はい、です、ね、矢の札を送っています。矢の一字決まりになっている札、空札です。さあ、サブチャンネルで行われている3位決定戦は66枚目まで読まれて、山下選手が残り12枚、三好選手が残り6枚ですねとなっている模様です。三好選手が6枚リードしている状況です。手の内をお互い知り合っているでしょうから、まあ、この後と山下選手が挽回するか見どころですね。安送ったばっかりの札守られましたね。これは地味選手は取りたかった札、そして山添クイーンはしっかり守ろうという札ですよね、うん。あの取らなければならない札だったので、ちょっとこう左側、あ、地味選手からすると右側にちょっと重心というか意識がいていたのかもしれないですね。傾くまでの月を見し、ひさかたの光の敵、春の日に送ってすぐの札が読まれる、そんなことが起こりうるこのカルタ、面白いところなんですが、今ひさの札、そうですね、話し合いをしています。ほぼ同時に見えましたもんね。こちらが早いってことはないと思います。外側で触った、僕の方見えてる。あ、そうです。外側から手は外の側です。で、今同じ札の外中の時で、うんうん、そんな早そんな声援になるようなタイミングには見えなかったですけど、ね、ちょっと早く入ってました。すいません。失礼しました。ちょっと待ってください。さすがですね、引きましたね、うん、はい。これも美しさの一つですよね。すごいですね、こう今競ってる状況でやはり引きたくない部分ではあると思うんですけれども、でそこが2期目のクイーンの素晴らしさだなと思います。
音が入りましたかね。読みが一度中断されました。山添クイーンはクイーンとして見られるということをかなり意識するとおっしゃっていました。風そよ、ゆみ選手が取っていきます。こうお話し合いした後の次の1枚というのはですね、やっぱちょっと力が入るものでもあって、はい、まあ、どちらが取るかなと思ったんですけど、上手に守りましたね。さあ69枚目まで読まれて2枚差でジミ選手がリードしている状況です。まあ、縦に見るとですね、あのジミ選手山あジミ選手の右側に札が多くなっていますので、2人ともちょっと重心左右寄りになってくるのかな。空札です。わあ衣では露に濡れつつ、有馬山、有馬山、綺麗に抜きましたね。素晴らしい鳥ですね。ジミ選手の右側下段にあった有の船、クイーンが美しく取っていきます。すごい伸びてますよね。本当にあの漫画の絵のような、うん、この鳥が先ほどお話し合いした後出るとですね、調子に乗れるんですけども、はい、今取れて、結果往来で次何を気持ちよく取ろうかなというところですかね。さあどの札を送っていくのでしょうか。これはちょっと高砂ですね。高砂の高ですね。クイーンも札の配置を変えていきます。左側上段にあった札中段に下げました、はい、あの真ん中にタカを置いているのはどういう意図があるんでしょうか。まあ、さっきの音に聞くがうまく取れたので、まあ、タイミングを合わせてタで行きながらカでつくんじゃないでしょうかね。足引きの空札です。まあ、和の札がですね多いですね。多くなってきましたので、忘れ忘らのクロス、はい、綿子綿屋のクロス、そして我が伊保ですね、うん、で山添クイーンの自陣右側に我がと忘れの2枚がありますので、まあ、和で2人ともここを一番意識するんじゃないですかね。何はえの何はえの地味選手の右側下段にありました。届いたんですね、はい、これもね夏と何はえと縦に分かれている名の札でしたよ ね、 ね、まあ、お互いそこまで手が高い選手ではないので、まあ、普通の選手からすると2人の選手の手の下に入るっていうのはかなり厳しくなってくるんですけども、やっぱり手が低いっていうのはかなりの武器になるので、まあ、これから始められる人もですね、豪快に飛ばしたいかなとは思うんですけれども、はい、とにかく低く畳と平行に意識してもらえたらいいかなと思います。こうよくあるのが手のひらは平行でも指が上がっているとか。そうなんです。そういうのよくありますよね、はい、どうしても力が入ってしまうと指先が反ってしまいますので、指先まで平行に。綿の原子に出てみれば。さあ和の札読まれましたね。山添クイーンに分があったようです。はい、さあ和の札何を送って話していくでしょうかね。たくさん交差しますね、はい、スローで見ると面白いですね。そうですね、スローで見ても早く感じる時もありますけども。さあ和の札を送っていくと思いますが、どの和を送っていくのか。私だったら綿を送りたいですが、夏を送りましたね。
夏を送っていきました。これはどういう意図があるんでしょうか。まあ、和は自陣の方に寄せつつ、まあ、短い葉の札、うん、この高、まあ、夏、まあ、それぞれ1枚しかこの場にない札を相手陣に寄せてしまって、まあ、攻め取るよっていうことですかね。から札です。さあ、札の配置ご覧いただきましょう。残り札もだいぶ少なくなってきましたが、気をつけるべき札、もうさっきから挙げている和の札をどのように取るか、うん、はい、また、そうですね、二次の高夏あたりをですね、どちらが取るのかなというところ。しのぶれと死の一字決まりの歌です。地味選手からするとですね、まあ、山添クイーンの陣地の死だけはもう何も考えずに突っ込んでいける。だからしっかりこれ取れてよかったです。はい、攻め切って取った一枚で次何を送るかですね。はい、久保くすのきさんだと何を送りますか。まあ、歯ぐらい送りたいかなと。歯ですね。やはりそれも攻めていくぞという姿勢の表れですよね。歯の札が送られました。まあ、そして左右バランスよく2枚ずつで真ん中1枚ですからね。はい、まあ、お互いにバランスよくですね、右左関係なく置いているので、どこが出るかの勝負かな。夏が出ましたね。出ました。逃さないわよという感じで、はい、クイーンがしっかり攻めてます。もうついつい見てる方も力が入りますね。楽しいですね。楽しいですね。美しい。さあ、クイーンがしっかり取っていきました。まあ、ですから地味選手としてはちょっと相手の陣に手が伸びてしまっているので、まあ、音をもう一度聞くっていうところを忠実にちょっと立て直していって、山添君はもう自信持って今音が聞けていると思いますので、今綿を送りましたね。はい、左下段にあった綿の札送っています。雲のいずこに月宿る キリギリス。泣くやしの夜の寒しろに。山添クイーンの右側、中段外側にあったキリの札、地味選手の一枚。いろんなことを考えながらどれを狙ってっていうところで、2人ともキリは少し優先順位が低かったんでしょうね。うん、まあ、そこを拾えたっていうのは地味選手は大きいですね。はい、まあ、キーとヒーもですね、ちょっとこう最初の音が似ているので、まあ、ちょっと飛び込むには勇気がいるかな。衣を片しき一人かも、背を早みから札です。割れても末に合わんとぞも、玉の裏やってしまった。反応して真ん中に置いていた高の札を触ってしまいました。地味選手、お手つきとなります。ここでのお手つきは大きいでしょうか。大きいですね。あそこに置くっていうことは、まあ、取らなくてもいいっていう計算のもと置いているのか、そこを早く取りたいと思って置いたのか、その地味選手がどう考えてあの浮き札を使ったのかなっていうところがちょっと悔やまれますね。ここ。さあ、コノの札が送られて右側上段に置かれています。この度はその送られた
札守りましたね。君選手がしっかり守りました。さあ山添クイーンはこのチャンス、このリードをどのようにものにしていけばいいでしょうか。まあ、今の1枚抜いていたらですね、もうちょっとこうあとどれ取るかなっていう感じだったんですけれども、ここで地味選手守ったので、まあ、まだまだわからないなと。まあ、やっぱり和の札がキーポイントですかね。から札です。和の札2枚ずつ右と右に分かれていますが、楠木さんならどう取りに行きますか。まあ、和がなのか、和すか和すではないのかっていうところでまず判断をして、はい、まあ、やはりモーション先にかけたいですよね。初動で勝ちたいですね。もう研ぎ澄まして神経をというところですね。さあサブチャンネルでお送りしている3位決定戦、試合が終了しました。山下エレ八段と三好輝明八段の対戦は9枚差で三好輝明八段が勝利し3位決定です。いかに久しきものとか知る忘らるる。うわーが来ました、わすらの札。地味選手の右側下段のわすらの札、これはクイーンが取っていきました。だからやっぱり攻めるっていうのに迷いがないクイーン。だからわって聞いたら地味選手の右に飛び込んでいく。だ地味選手がじゃあ忘れにしっかりもっと早く行っていたら、まあ、しょうがないかなと思えるんですけれども、またそのあたりの今のから今の動き方ですよね。そのあたりが、まあ、躊躇なく本人ができてたらいいかなとは思います。まだ和の札は和が送りましたね。はい、3枚あります。和がを送って地味選手の右側下段に置いています。人の命の惜しくもあるかな、高さもの高出ました。今度は当たりましたね。はい、これはもうどうしても取りたい1枚だったんじゃないでしょうか。そうですね、取らなければならない札、富山の霞たたずもあらなん何しようがば大阪山。この場面でのカラフダも緊張感が漂いますね。そうですね、まあ、どうしようかな、どこが出るかな、わって言ったらどう動くかなっていうところがです。ただしっかりお互い歯と火がありますので、人に知られて苦しもの、明け濡れば来るるものとは知りながら。楠木さんならこの残りの輪の札どう取りますか。綿は取りたいですね。綿は。ワッタとワス、まあ、縦で見ると2枚ありますので、まあ、ワでワタを攻めてワスには絶対に入らせない場所を取ります。なるほど、なあからん、カラフラです。2人ともですね、こう右サイドというか山添クイーンから見ると右サイド3枚ある、縦で3枚ある方にですね、2人ともモーションを動かしているので、まあ、逆だった場合どうやって体を持っていくかまで考えてるとは思います。ラフダが続きます。この状態でもし戦っている選手だとすると楠木さんどんな心境ですか。まあ、ワクワクドキドキ。うわーすごいな、さすが無敵のクイーンと呼ばれる楠木さんならではのコメントです。綺麗に取りましたね。がやっぱり右下段の攻めですね、クイーンは、はい、クイーンが綺麗に取っていきました。もう微動だにせず我がをしっかり聞き取ってますね、はい、地味選手その後ですもんね、動いてるのが、さすがですね。美しい鳥。
さあこれで山添クイーン残り1枚となりました。次の1枚が大きいですね。さあ送った札は歯ですね。歯の札、歯は最後まで分けますね。よう氏山と人は言うなり、人申し、はい、人申し、火の味気なく。さあ山添ゆりクイーンが勝利しました。第3回ちはやふる小倉山杯決勝戦、山添ゆりクイーンと地味総次郎七段の対戦は3倍差で山添ゆりクイーンが勝利し、見事優勝を果たしました。いや、なんとも最後の最後まで見応えのある試合でしたね。そうですね、手に汗握るいい決勝戦でしたね。いや、これは本当にどちらも基本に忠実にというカルタで、大きな差が最後までつくことなく一進一退の、面白かったですね。面白い試合でしたね。じゃあ改めて結果をお知らせします。サブチャンネルでお送りしていました3位決定戦、山下エレ八段と三好輝明八段の対戦は9枚差で三好輝明八段が勝利し、3位が決定しました。そしてただいまお送りしていたのは山添ゆりクイーンと地味総次郎七段の優勝決定戦、こちらは3枚差で山添ゆりクイーンが勝利し、見事初優勝を果たしました。さあ試合後の様子ご覧いただいていますが、先ほどの表情とは打って変わってほっとしているといいますか、よかったですね、はい、山添クイーン、去年はやはりクイーンになった後の、まあ、女流対決で1回戦敗退、うん、